どうも、もうね梅雨入りしちゃったもんね。お久しぶりです。でいろいろね部屋の片付けだ、それから警戒の控え室がね移動するんで、それの片付けもなんかやってたらね首がこのね痛くなっちゃって、っていうのは前に僕は十何年か前に頸椎症っていうのがあるのね。この首の骨のその軟骨が変形してて神経に当たってるっていうんで、こういうねここのコルセットのここの首のをねやったりして、まあそんなのが過去にあったんですが、それがまた出てちょっとこれ首が回らないってのはなんだお前借金で回らないのかとか言ってるのを言いましたけど、まあそうじゃ、まあとにかく今ちょっとしびれてるけどねこの辺、まあ年だからしょうがないでしょ、まあね元気にやりましょう。でこれこの間目についたのね、これ25日の朝日新聞ね、隅田川花火8月27日正式決定、日本に勇気を与えたいね、隅田川の、花火大会川開きですね。でこれはもう江戸時代から行われてる、今から400年も前にね、から行われているわけです。でこれはそもそも、飢饉ね、大飢饉があって前の年に大勢の方が日本中で亡くなられたとね、それを弔うために始めたというのが、そのね一番最初だと言われて、これインターネットで隅田川花火大会ってすぐ出てきます。で僕は前に選挙の前にやれ自粛自粛だっつってね、3月11日以降いろんなことがその、まあ、目黒区でもそうです。で今日もさっきラーメン屋さんに行きました。そこのマスターはね目黒区でその、青少年に剣道を教えてる人なんだけれども、まあ大勢の指導者がいる一人なんですが、その話が出てね、あれなんかやっとけばよかった、もったいない、最近になってねいろんなことがやるようになって、それでやれ節電だなんだって言うけど、剣道だったらね体育館なんかだってのね別にね冷暖房入れるはずはないんだから、それから野球なんかねアウトドアで、少年野球なんていうのはね別にナイターで行うわけじゃないんだから、そういうのも全部一斉に中止しちゃったということもあって、まあそういう、まあ、当時からね。だからこの間の土日は三社祭りだったでしょ、浅草のね。でそれも大震災の後すぐ中止を決めて、それでまあおみこしこそ出なかったですけれども、まあ子供のねおみこしは、町内によっては出したところがあった。それでみんなねおみこしは出ないけれども地元の人はね発表来てということでね、その記事になってましたんで、隅田川のもねどうするかと言ったときに結局やると。で僕は選挙の前にさっき言いかけましたけれども、ブログでその過剰なその自粛というのはそれはあれだと、被災地の復興にもその遅れを取ることになっちゃうとね。で被災地でも酒造メーカーの人なんかね早い段階から、まあ確かに被害はあったけれども、そのお酒の一部がまだね残っていたり、それからすぐ前ほどは生産量できないけれどもできるようになったんで、ぜひ花見をやってそのね被災地、あの人はね岩手県の酒造メーカーの人でしたけれども、ぜひそのお酒を飲んでくださいと、それで復興を応援してくださいということ。だから僕は演説でも選挙の時に言いました。で阪神大震災の時にね、神戸が徹底的にやられましたけれども、神戸の商店街が、復活したという契機になったのは、あれは1月が大震災でしたけれども、4月末から5月のね大型連休にかけての商店街のお祭り、神社のお祭りということを平常通り行ったということがきっかけになったというんでね、この隅田川の花火大会はね、通常の年よりも1ヶ月遅れですけれども、まあ、やることに決定したということで、まあ、大変良かったですね。ですから当然いろんなここでのねサポートしようということが行われ、まあ、義援金も集められるということでしょう。それと、目黒区ではね震災対策特別委員会とかでその、このね閉じるあれで、僕はこの無所属の、僕と梅原議員と坂本議員3人で、会派をね、組んでます。でもう一人前は増田議員がいたんですが、今回もうお出にならなくて、まあ、卒業されたということで、まあ、その3人のドッポの会と略称ね、そこで僕がこの震災、対策調査特別委員会と。で僕たちはあえてこんなことをね作らなくても、こういうことを作ると費用弁償が5000円から2000円に減りましたけれども、そういう費用弁償のね費用、それからあと委員長だ副委員長だって言って、手当が別につきますからね。
あの6万だ3万だって月額ね。だからそういうことも含め、それからこれは企画総務委員会という僕が常任会の方でそこに所属してますけれども、それで十分にあの、ね、委員会として役割を果たせるというので、あえて作る必要はないというので、反対してたんですが、まあ多数決で、やろうという方が多いというんで、それじゃあ参加して大いに中でね、活動しようということで僕がその委員になりましたんで、昨日1回目のその委員会が、ありました。でそこで1番目の報告事項というのが、これが東日本、大震災に伴う区の対応についてというね、報告がありました。で、まあ3月11日の大震災の発生以降、ね、目黒区ではどういうここにあるように、対応をしたかということを8ページに、7ページにまとめてある文書ですけれども、でその一つの中にね、友好都市等への対策と支援というのがあります。友好都市というのはここで挙げられているのがあれです、あの気仙沼市ね、大変な被害にあった、それから角田市というね、それからあと水戸というので、この3つ挙げられています。で特にこの3月14日第1弾ストーブを62台、それから灯油、これは20リッターと書いてありますね、のかける24個、それから毛布が790枚と、まあこれずっとこう書いてあるわけだけれども、ここで問題なのは、前にも僕はお伝えしましたけれども、この毛布ですね。それで区民の人からも提供してくれと、だから区の方はそういう毛布を呼びかけてしてないと、石油ストーブは。だけどこれ議会の方で区民に呼びかけたりなんかしてね、毛布ということがあって、まあ問題なのはこれがね、今まで1090枚というふうに、区の方は、議会だのあれに説明してたの。ただ実際にはね、730枚だったんだ。360枚も少なかったの。ちょっと3枚違うとか5枚違うっていうならね、感情あちょっと熱いんでね、うちも節電っていうかね、あれで、まだそれから窓開けるとこの録音のにね、すぐそこが道路だからブー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 うるさくなっちゃうんで、まあ閉めてありますけど、まあこれはねクールビズとか言ってるけど、あれはクールビズは当時の環境大臣の自民党の小池百合子さんのネーミングなんでしょ、ブレーン使って。クールは100個冷たいで、ビズっていうのはビジネスの、略称だから、芸能界のことを英語ではショービズっていうね、ショービジネス で、で今度のは、蓮舫節電担当大臣が何、節電ビズ、知らないのはビズってなんだとか言ってるけど、あれはもともとだから、あれでしょ、涼しく、着られる、仕事着というんで、ビジネスウェアの略でしょ多分ね、知らないけども。ただ今度節電ビズってのは何、うん、だからそんなものをさ、また違う名前考えればいいじゃんな。ね、それよりもこういうのを遡れば、ちなみにあれだよ、省エネルックっていうんで、当時の畑さん、後にね、総理大臣になった、短い期間でしたけど、あの人がほら、夏の背広、ジャケットのこっから切ったやつ、ちょうどこのくらいの長さで、もうちょっとあんのかな、はじめどうしちゃったんだあれ、途中でちょん切れちゃってとか言って、それでまあ畑さんの長男は、参議院議員だからね、あの人も来てるよね夏。それからあとは次男坊は世田谷で区会議員出たんで落っこっちゃったんだよね、で蓮舫のダンツクが落っこったのは、旦那が落っこったっていうのは随分話題になったけど、何あれ、旗本総理の次男坊が世田谷から出て落ちたんだって言って、僕もうかつでんなの知らなかった。そういえばそんな話題があったなと思って、選挙が終わって世田谷の住民から、なんだよ目黒じゃ何、現職の大臣、母ちゃんが大臣の父ちゃんが怒って、世田谷じゃ元お父っつぁんが総理大臣のせがれが落ちちゃったよ、ガハハハなんて笑ってるのいましたけど、まあそれはともかく、元祖は畑勉さんよこれね、切って、でこれはね、あれ記事を自由が丘の記事屋さんで、これ夏物のあれだよ、婦人用のペラペラ綿100、それで知り合いの洋服屋さんに仕立ててもらったんだ。これだから世界で一つ
デザインドバイミー須藤仁一郎がデザインというのは変だけど、まあ昔の解禁シャツみたいにしてくれということで、そうだほらね、うん、まあユニクロより高くついたけど、だって生地なんかこれねダブル幅ので1メートルだったかな、1000円のと500円のたんだ、うん、もっとこれ婦人の高級用の輸入のやってたんだけど、そこの部分が今閉じて今生地だけ売ってんの。いいでしょこれね、まあ、この話をするんじゃなく、だけどこんなのなんで間違えんのとね、1090枚送ったって言ってたらそうじゃねえって言うんだから730枚だったんだ。それでこれは防災センターに12枚ね、高校生の人が自転車で持ってったらもう枚数集まったからいらねえよと受け取んなかったと。それでお家帰ったらお母さんがね泣かれて、その人は気仙沼のご出身だったということがあったわけだけど、今度は枚数、これはあの石油ストーブを積む、そして他に毛布だなんだっていろんなもの積んで、その時の勘定をし間違えたんだって言うんだけど、しっかりしろよあんな1090と1690と730じゃ大違いだと。それから送ったっていうものを、これはね区で買ったものおよび、それから区で備蓄していたもの、うんと備蓄してると賞味期限切れちゃうからね、食えなくなっちゃったりするというので、それでその区別が書いてないの、うん、そういうこととかね、あとそれから都からあれだ、ペットボトルの真水ね、ウォーターが来て、ほらお子さんたちに水道水に、放射能ね、物質が入ってるということで問題になって、あれ都から来てね、そしたらこれはね目黒の場合には、本庁舎とそれから保健所、の取りに行きなさいって、550の6本、だから3キロちょっとになって赤ちゃんね乳児用だから、そしたってあの頃バスだって間引きしてる、東横線だって昼間だって間引きしてる、混むね、だからあれ杉並だったかな、あれみんな手分けしてさ、目黒なんかだってこれ対象の人は少ないんだもの、お水のね、あそうだ2138人なんだもん、それで取りにいらしたのは1439人分、あと保育所だ保健所だっていうのはその保護者にそこで配ったって言うんだけど、でこういうのはまあ資料としてあるんだけど、だけどこれを資料として後で役立てんであんであれば、もっと詳しくいろんなことを、これだったらいいことずくめやりましたよみたいな、そんな報告書に聞こえんだ。でそれよりも今目黒が大騒ぎになってるのは、新聞でも大きく読売新聞なんか報道しましたけれども、なんとすっからピンのポンで金がなくなっちゃったと。これは僕は、区議会議員の選挙の時に徹底して訴えましたけれども、税収が減る、でそれ以外にも愚策の連発と、青木区政は愚かな政策愚策の連発という上りまで作りましたけれども、それのもっとひどいのが分かって、もうこれは事実上青木区政が破綻してると言っていいんでしょうね。これから3年間にわたって、これは見直しの対象にする総額が、ね、これが、約500億のうち180億を削減すると言うんだから、3分の1以上ぶった切っちゃうということを決めたわけ、ね、でそれでじゃあどういうものが対象になってるのかと言ったら、対策本部長は区長ですから、まずこういうリストもあります、挙げてきました。でそれはどういうことかというと、これは各所管担当する部下ではね、自分のとこからこれと言いにくいということで、対策本部のがこういうことを見直せというので、この行政組織の見直し、次は、国有財産の有効活用と、いうことで、まあ、国有地なんかも当然入ってる。そしたらこれ買ってからもう20年近くだよ、15年以上経っちゃってる、その元 JR の国鉄の宿舎跡地ね、そこなんかもこれ32億で買って、調査費だなんだっていうの今まで、それから有効利用のためにどうするかっていう住民だって費用弁償とね、調査費だから言って数千万かかってんだから、そんなことやっていまだに決まってないで、それも当然見直しの対象になってるということ、こういうリストもある、それからあとは実施計画ということでやりますよというリストがダーッとある。この中には青木英二区長になったために、区長選のスローガンね、その公約でもってやりだした、これはあれですよ、電線地中化、それからあとね、あとこれはあれだ、
小学校の人工小中学校の人工芝かね、こういうことも見直しって言ってんだけど、それからあと十条か駅前のあれだね、工事がありましたね、あれ選挙の時あそこで演説してね、むしろ交通のためにはあれあの方が渋滞したから、今の方が前のロータリーの方がね、でだから確かに歩道は広くなって、だけどあれはものすごい金つぎ込んでやってるということで、だけど区長の言い分は、だから僕は区長交際費の問題もあるね、そういうことで、そしたらね全体の赤字の中の何大した影響ないでしょうなって言ってんだ。新年会に行っても100万近くね、ボン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 、いちいち多い時には10箇所も12箇所も回って、そういう金銭価格はないんだから、そういうのがついにもうこういう形として出てきてね、それで部局がダメな場合には本部の方でやるぞとか、なんか二重三重、それじゃ区民にとって重要生活、区民の生活に影響があるないっていうのは A から E の分類をするとかって、こんなものはね単なる抽象的なことで、実際にやったらこれは区民も大混乱が起きるね。それからあと、あれです、短く言っとくと、これ区号に出た図書館なんかでもね、一番電力の多いその、家庭の使用量が上がるというね、時の図書館なんかでもね1時から、4時まで、それから他のでもね、これ住居会議室なんかはね13時から17時5時まで、1時から5時まで使わせないというんで、だけどこれは暖房つかないでさ、もうほとんど明かりもつけないで使えるというところもあるんだから、一律でこんなことするのはねおかしいじゃないかと。で確かに昨日はあの要望が図書館の利用している友の会の人からあってね、少なくともしっかりした住民の納得するような説明からやってくれと。で僕はそれを言ったら、やらないとか言ってるわけ、国が決めたことだからとか、でもまあやりましょうということになったんだけど、やるからにはね何を言ってんだとね、住民の人に説明して、住民の人だってね節電には賛成してんだけども、どういうことで、ね、検討したのかということですから、まだまだいろんなこともありますが、まあ細かいことにはあのブログの、活字版でもやりますし、それからあとまた次 の、 あのこの YouTube でもやります。どうもどうも、梅雨入りですからね、食あたりとかね値冷えしないように気をつけましょう。どうも。